エルンスト・クレッチマー。エルンスト・クレッチマーは、プロフ、ドクター・メド、ドクター・フィル、HC を持つドイツの医学者、精神科医。人の気質を研究し、類型学的に分類した。主な著書に、心臨間関係妄想、ヒステリーの心理学、体格と、性格、医学的心理学、精神医学論集、天才の心理学等がある。ハイルブロンに近いビューステンロートの出身。 1926年からマールブルク大学、1946年から中ンゲン大学で精神科の診療部長を務めた。中ンゲンで没。医学的心理学では脳科学的と精神医学の密接性を解き、様々な実例を挙げつつ論を進めている。この本の内容は現在の精神科医の教科書とほぼ同様であり、この時代を頂点とし、 それが現代にまで至っていることを示している。精神医学論集は、クレッチマーの死後、息子のボルフガング・クレッチマーによって編纂された。この本の中には、彼の断片的な思想と、当時のドイツの風潮などが書かれている。天才の心理学は、いわゆる彼の集大成である。種々様々な天才たちを事例に挙げ、狂気と天才の関係を解いている。 彼は最終的な結論として、天才のことを人類中の経由にして極端なる編集である、と述べている。しかし、天才当人たちの意見は多少なりとも違い、そこに主観的な世界と科学的な世界の乖離が見られる。また、アルプス民族に総物病定するものが多いという意見は、クレッチマーはパーソナリティの中心は気質であると考え、 体型と気質を結びつけた三つの類型があるとした。このタイプは感受性が鋭く、自分の外側、内側の変化を敏感に感じ取る。一般的に知性の高い人が多い。また、内性過剰な面もあり、良い意味では常に自分の内面を見つめることができるが、その反面、必要以上に感じ取ったことを気にしすぎ、不安定な状態になりやすい。 傷つきやすい普段とは異なる場面で、消極的で弱気な面が出てしまい、自分の力を発揮できないことがたたみ受けられる。対人関係においては、攻撃的になることがなく、信頼のおけるタイプ。参考に引く線の、細い、痩せた体格。このタイプは貴重面で礼儀正しく、ギリ堅い。着実で手堅く、非常識な面がない。 忍耐強い性格であるがストレスを内側に溜め込み、我慢が一定のレベルを越してしまった時の起こり方は、すごいものがある。また、非常に頑固な面を持ち、自分の意志を曲げようとしないことも多々ある。まかり間違えば独裁者になりうる素質の持ち主。地道な努力で、一度手がけた仕事は最後まで、粘り強くやり通すが、その反面手際が悪く感じられることもある。対人関係では、 信頼は置けるが面白みに欠けるタイプである。参考に引く、筋肉質で、がっちりした体格。このタイプはわがままで勝ち気嫉妬深く、見えっぱりで我慢するより外側に発散することを好む。華やかで賑やかな雰囲気を持ち、常に人々の中心にあり続ける。社交的話題も豊富で広い知識を持っている。流行に敏感で、 全体的に知的で利口そうな雰囲気である。常に自分が話題の中心にあることを好み、自慢話が多い。他人に好かれ、尊敬されることに価値を持っていることから、自分が無視されることを嫌い、常に自分の方に話を持っていこうとする。会話の死後に、私を多用する対人関係では、人の好き嫌いが激しい。社交的で一見、他人に親切であるように見えるが、 打算的であることが多く日が経つにつれ他人が離れて行くことが多い。よく言えば子供っぽい性格。悪く言えば大人になりきれない未成熟なタイプ。このタイプは固い信念と強い自信によって支えられている自己中心的な性格である。高度な知性と広い識見を持ち合わせていれば非常に有能で決断力があり逆境をものともしないリーダーシップを発揮する。 一方、それを持ち合わせていなければ、傲慢で、先制的、王兵で向こう見ず、といった、マイナス面ばかりが目立ってしまい他人から敬遠されがち、ある。積極的な行動力が持ち味ではあるが、自分に、都合の良い方向に突っ走ってしまいがちである。対人関係では、攻撃的で他人の気持ちを汲み取ることが下手。デリケートな感覚からは、ほど遠いタイプである。 おのずから他人から愛されにくい性格である。このタイプは、第三者からは、簡単に理解しがたい性格である。一般的に、物静かで、非社交的、真面目で、ユーモアがない。デリケートな性格で、通俗的な物事を軽蔑し、自分だけの世界を作り上げ、それに熱中するタイプ。文学、美術等の芸術面に関する事柄において、 才能を発揮することが多く、貴族的なほど洗練された上品なセンスと冷酷さを持ち合わせてる。そやで下品なことに対して極端に嫌悪感を示すのも、その一端の現れである。さらにこのタイプの人は観察力と分析力に優れ、理路整然とした物事の考え方をすることが多い。有能な才能を持ち合わせていれば、ナンバーにブレーンとして力を発揮する。 対人関係においては、好き嫌いが激しく自分の世界観が分かりそうな人には興味を示すが、第一印象で嫌なイメージを持った相手には全く興味を示すことがない。参考に引く、痩せ型の体格。このタイプの人は、一般的に社交的で、善良、親切で温かみのある性格の人である。気分が高揚している時はユーモアがあり活発に行動する。 その反動からか、周期的に沈み込む時期がある。その状況に左右される思考は一貫性が見られず、軽率資料が浅いといった面を持つ。その反面、理解は敏速で自己の課題評価に陥らない限り、社会で最も成功を収めやすいタイプである。対人関係においてこのタイプの人は、ユーモアに富んだ性格で人に好かれやすい。人の間に入って、 潤滑油的な役割を果たす。参考に太った体格。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。